おはようございます。6月18日土曜日、はい、今日は奥さんの実家に行ってね、泊まろうと思います。ランチ20分ぐらい待ってようやくジープに来ましたね。トライシクル、人が集まるの街、ピソウォーター2円の店ですね。ここのね、何でも売ってそうなところで、デカセンス購入。ちょっと荷物が多すぎたんではみ出しました。週末開催の闘鶏、戦う鶏闘鶏会場ですね。ムガ村到着。はい、奥さんの実家のお庭でまったりタイムです。はいはい、奥さんのお母さん、奥さん、ダニエル。はい、フィリピンスタイルのハンモックで気持ちよさそうに寝てます。お腹すいたら出てますね。ご飯はアヒルとシェアですね。豚小屋の外にある竹の家、家のお父さんの弟がね、まあここで休憩したりするために人を雇って作ってますね。50歳ぐらいのねおっちゃんが作ってるんですが、すごいですよね。一人ですよ、一人でこんな立派な竹の家、竹も一人で持ってきて針金で組み立てて、すごい立派。晩ご飯はカレーを作りました。だんだんだん、どうぞ。はい、ゆるのお母さん美味しいと言って食べてくれました。よかった。おはようございます。6月19日日曜日、ザ・フィリピンっていう風景。朝ごはんはジャックフルーツですね。超みずみずしくてめっちゃ美味しい。うん、最高。もうジュース飲んでるみたいにみずみずしいです。今はみんなでスマホゲームの時代なんですね。ゴロンってする場所がなかったのでね、膝の上でおむつを替えてたらピンポイントでおしっこされました自分が漏らしたみたいになってる。今日の昼ご飯は魚の素揚げと、これあれですね、タケノコを切った、薄く切ったやつのスープですね。魚はいつもの素揚げですね。でこっちタケノコいただきます。ちょっとお豆の味もしますね。美味しい。こんな田舎地方都市でもね、近代化が進んでますね。ジプニーがルート全撤廃されて、このね新しいバス、近代化されたねバスに変わりました。まあ、値段もちょっとアップだと思いますが、エアコンも効いてていいですね。ジプニーはね風が直接当たるので好きなんですが、まあまあバスいいかな。
最高。すごい涼しい。可愛いんですが、このね、アメフクラガエルだったかな。ペットで日本で飼われるようなカエルとは、足が長いんでちょっと違いますね。まあでも可愛いけどペットにはしないかな。逃がします。おはようございます。6月20日月曜日。はい、奥さんは月1回の楽しみであるマッサージですね。円安で値段が上がって1回1時間フルバディで1200円ぐらい、チップも込みでね。いってらっしゃい。お買い物ハッピー M サイズ48枚で800円ぐらいですね。830円ぐらいかな。ミッチの水7リットルで200円ぐらいですね。お米屋さん到着。25キロのお米かかります。荷物いっぱい。はい、荷物家に置いて、スケボーしに来ました。ちょっと練習。はい、ショービットっていうね、ちょっと回す技、ほんのちょっとだけ乗れたので、もう帰ります。ただいま、髪を結んでます。なんか女の子に見えるな。おはようございます。6月21日火曜日朝、ビスケットとお水を食べて飲んでます。ザクザク唐揚げ丼、下処理、下味で醤油じゃないな、砂糖を使うとね焦げやすくなるっていうことを知りました。いただきます。熱々。クリスピーパタタベイクドポテトフレーバーチップス、日本にもありそうな優しい味のおかゆ。おはようございます。6月22日水曜日、今日でちょうど生後5ヶ月になりました。はい、ミッチー、今日で生後ちょうど5ヶ月になりました。おめでとう、おめでとう。身長はどうなったかな。ぴょい、ゼロじゃないな。ミッちゃん、もうちょっと。ミッチー、もうちょっと。はい、まあゼロぐらいだとして、にょい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 60、ふにゃふにゃになっちゃってるから分かんないんですが、まあ、63、4ぐらいかな。やっぱ新生児の生まれたての頃からの成長率と比べるとね、なだらかになってきてますね。はい、今から予防接種ですよ。はい、予防接種向かいます。帰っちゃった。はい、歩いて10分ぐらいで到着、町役場バランガイホールですね。あー、今日はいっぱい赤ちゃんがいるな。待ち時間長いかも。あ、マジで。待ち時間だいぶ長かったんで、セブンイレブンでね、グレープジュース購入30円。なんかグミみたいな、ぶどうグミみたいな味がします。フィリピンはね、水道水がまあ飲めないんで、ウォーターステーションっていうね、こういう水の
飲み水を確保する場所が至る所にあります。はい、予防接種頑張りました。ナースがね、来るまで1時間待って、で、赤ちゃんの順番待ちで30分、1時間半待ちでしたね。はい、で、お金はお気持ちという感じなので、今回はね、120円、箱に入れてきました。はい、奥さんのね、お給料が入ったということで、いろいろ買いに行こうと思います。はい、まずはジョリビーの2ピースチキン、これで450円ぐらいだったかな。はい、食料品1900円分ぐらい買いました。はい、なんかね、よく行くところでチーズとベーコンのロールを買ってさあ帰ろうとしたんですが、土砂降り最悪。はい、ちょっとね、家帰った奥さんと一緒にこれ食べようと思ってたんですが、大雨で帰れないので一人でね、1個食べようと思います。よっ、うわ、チーズが溢れてる。硬くて薄めのね、パンの生地に中身がね、もうぎっちり最高。ソースもあったのでこれつけてみます。うん、うん、なんか酸っぱいチーズソースみたいな、めっちゃ美味しい。小雨の中なんとか帰ってこれました。おはようございます。6月23日木曜日。はい、暑いですが夕方散歩。ミッチーは蛍光色の服を着てます。 B さんのね、ここが壊れましたね。なんとか今無理やりねじ込んでますが、多分履けないでしょう。とにかく涼しいショッピングモールに到着。泣いてますね。はい、アボカドのシェイク160円ぐらいで購入。ちゃんとアボカドを使ってましたね。パウダーとかじゃなくて。ミルキー美味しい。うちもめちゃくちゃ飲みたいみたいですね、アボカドシェイク。すごいすごいパワー。あ370円ぐらいかな。楽しそう。帰宅。おはようございます。6月24日金曜日。はい、朝ごはんは奥さんが作ってくれた豚肉と空心菜のココナッツ煮込み。うまそう。いただきます。うん、このね、ココナッツの味をぜひみんなにも食べてもらいたい。めちゃくちゃ美味しい。バイクのね、登録会場にまた来て、なんか手続きがね、ちょっと失敗っていうかミスって、もう一回やり直しになったので、
また待ちます。お金はかからないみたいなんでね、はい。でそのなんだ登録の有効期限がね今月末で今24なんで、まあ、早めにしないといけないということで、はい、待ちます。やり直しですね。優先してもらいました。宇賀村到着。はい、ジャングル到着。はい、宇田川到着。お昼寝時間ですね。鶏が死んじゃってる。コーンを干してる風景ですね。これは茹でて食べる甘いねトウモロコシじゃなくて肥料です、飼料ですね。鶏とかに粉砕して与える用のトウモロコシなんで、あんま美味しいやつではないと思います。お、トウモロコシの取った根元、あれはね多分乾かして燃料にするんだと思います。よく火がつきやすかったりするので薪代わり。来たーく。はい、昨日サンダル壊れたんでね、この何でも売ってそうなとこで八門のクロックスあれば買おうと思います。サンダル関係ないですか。なんか普通にファンタスプライト、ペプシ、なんか普通にいいやんって感じのやつが590ペソ、いくらやろな、1500円ぐらいで売ってますね。サンダルめっちゃありますね。全部で全部500円から600円ぐらい。うん、ふわふわのやつがいいんですよ。なかなかないんですよね。これも500円、これいいけどな。はい、結局この謎のやつにしました。540円、結構ねふわふわでいい感じです。気になってたバスケットボールコート、なんか大会が明日あるみたいで、ペンキを塗り直してるか入れないですね、残念。はい、前回も来たね、最強に環境のいいコートに来ました。屋根ネット付き、ちょっとシューティングして帰ろうと思います。遠いな、前もいた。ここの町長さんの養子の子らしいですね。元気もりもり。あの子がルンピアかな、くれました春巻き。うん、あんま、あれですね、あのサーターアンダギーの春巻き版、味はサーターアンダギーですね。中がさつまいも、お、ごまと、うん、春巻きで揚げたやつ、美味しい。はい、今日はね人がいなくて、まあ、シューティングだけでしたが、いい運動になりました。帰ります。屋上に来ました。電波塔着々と進んでますね。高い電波塔立つのかな、怖いな。はい、晩御飯は空心菜麺、いただきます。うん、もうめちゃくちゃ飲みたいみたいですね、アボカドシェイク。すごいすごいパワー。話して話して、ハロコーン。めっちゃまずそうな顔してるし。おんなーん。